今回ご紹介するスレは、絶対に遭遇したことがある、空気が読めない人あるあるについてです。一瞬で場を凍りつかせる私も考えさせられました。どうぞ、ゆっくりしていってね。声が大きくて、言動がうるさい。この時主。こういうコメント。無駄に元気で活動的。できないことをごまかすために元気だったりするよね。それは ADHD だ。我が強すぎる。言いたくないけど確率的には発達障害率が高し。なんで言いたくないの？どうしても言いたいから書いたのかと思った。まあ特性にあるしね。わかる。言いたくないなら言わなきゃいいのにね。誰に強制されたんだろう。自覚してるっしょ。よく喋るからだんだん洗脳されてくるんだよね。カサンドラになりそう。コミュ力ないのによく喋るの？コミュ力イコール喋るではないでしょ。オタクって早口でずっと喋る。お経かよって感じ。後輩に空気読めないヤバい子がいるけど発達疑うレベルで他もヤバい。多分自分がそう。話すのは苦手なので会話ではなくラインだけど。自分のせいで突然流れが止まる。でも自分では原因がわからなくてすごく悩む。空気読めないというか、喋り出すと空気が凍るんだよね。LINE で言うなら、それまで賑わってたのにその人が一言返すとシーンとなって止まるやつ。はい、私です。めっちゃ勇気出して気さく風に喋ったり返信してるのに。もうそういう空気の持ち主なんだって諦めた？コミュ力イコールよく喋るではないよ。コミュニケーションはお互いのやりとりだから、一方的にマシンガントークする人はコミュ力低い。周りに配慮しつつ、人の話も聞いて楽しく話せる人がコミュ力高いんじゃないかな。喋るコミュ症もいるんだよ。喋るコミュ症という言葉をご存知ですか？またの名をアッパー系コミュ症とも言います。一般的にイメージされるコミュ症。自分に自信がない。声が小さい。初対面だと特に喋れない。話は聞けるが喋ることができない。空気を。おとなしくて真面目なんだけど空気読めなくて周りを怒らせる後輩がいる。高確率でそれだと思う。空気が読めない人あるあるというトピを立てちゃう。人の話を遮る。基本的に何も考えていない。から元気。マイルールを押し付ける。一口ちょうだいという人。質問が多い。でも答えても聞いてくれない、覚えてない。ごめん、私だ。転職して1ヶ月、マニュアルも引き継ぎもないから聞いてしまう。そりゃそうだ聞いて当たり前。でも嫌な顔されたりするし冷たいよ。多弁多動会は泥棒。やたらニコニコしてる。言わなくていいことを口に出す。余計な一言が多い。でも態度だけは謎に高圧的だから、みんな面倒で流す。物心ついた時から母親に、余計なこと言うなって言ってるけど治らない。なぜかみんなが言えないことをはっきり言った自分と思ってる。すみませんマイナスをしました。人の前は緊張するのよね。サンキュークッキーを配る。タイミングも悪い。接客中に話しかけてくる人おる。女性特有の共感を示さない、甲高いトーンで話さない。私だ。チースサバサバ姉さん。空気読めないというか少しくらい人な感じ。そういう人でも空気読んでる人はいるから21さんがどうなのかわからんね。私変わってるでしょ？って自己申告する人は漏れなくよくいる天の弱って典型。会話泥棒と自分語りのループ。やんわりとかオブラートに包まない。と直球ストレートで空気が凍る。気遣いや良かれと思ってやったことほど周りがドン引きする。社交的。思ったことをそのまま口に出す。言っても大丈夫かそうでないかを頭で考えることなく発言して場を凍らせる。学生時代の私がこれだった。単なる雑談や会話のキャッチボールのつもりで、他人が行きたいと言った観光地や他人の好きなブランドにでもあそこって地元の人は行かないんだよね。そのブランドって高い割に質が悪いらしいよとか言ってた。もちろん空気は凍った。その人独自のテンションや世界観を持っている。空気読めという方が傲慢。空気なんてその場のリーダー次第で変わる曖昧なもの。基本、自分のことにしか興味ないから延々と喋り倒す。職場の飲み会で酔って暴れる。女はものすごいのは少ないね。その場にいた優しい人に、ガルコちゃん楽しそうでいいねとフォローされちゃう。自分はコミュ強と思ってる、ただのうちなしおしゃべりなのに。
〇〇さんは落ちなく話が長いって言ってる後輩がいるんだけど、あなたも大概よ。私は話が長いこと認めてるのに、なぜか自分は面白い話ができてると思ってる勘違いなやつ。相手が笑うまで同じ話ループしない？自分でコミュ力高いと思ってる人大概外れ。おせっかい。延々と自分の話をしている。結婚しないの？子供いないの？聞いてくる。ガルちゃんでもずれたコメントしてる人、そういう話してない。スパ線のお休み所で大声で喋ってた女性たち。これよ。場所関係なく自分が話すことに必死で周り見えてない。声大きいし、おばさんってところ構わず喋るから。朝5時前から、今起きたよおはようってショートメール。皆の前で平気で意地悪する人。場が凍るからやめてほしい。あんたの好き嫌いに巻き込まないでくれ。本人は空気がひんやりしたことに気づかないので、こっちがハラハラする。洞察力がないんだよね。いらないことを言う。話が長い。こちらが帰りたがってるのに気づかない。話しかけられて、上がってしまって、すぐ何か答えないといけないって脅迫観念に迫られて、とりあえず自分なりに話題に沿って聞かれたことを話すんだけど、さっと要約できないし、ここを省略したら意味わからないだろうと思って、話したいことの序章部分から話してるうちに、着地点を見失って、私なんでこんな話してるんだろうって思った時には、相手が苦笑いしてる。いけずの言動を華麗にスルー。インスタグラムに他人の顔写真を勝手に載せてる。本人は決め顔。知人の投稿には必ずコメント。遠くから相手の名前を大声で呼んで、両手ブンブン振ってる人。近くに来るまで何度も呼ぶのやめて。アッパー系コミュ障。案外と小心者で自分がない。トレンド気にして、今はこうなの。押し付けて暴走するから派手に転ぶ。空気読んでます圧が強い。他人に興味がなく自分のことばかり意識している。空気が読めない人も一定数いた方が良い。時ずれだけど、空気読めとかいう人の方が苦手かな。私も、私の方が正しい、正常みたいな圧強くて。読めないのもあれだけど、その手の発言あった後に、露骨に黙る人も割と嫌かも。不機嫌オーラ出さないでほしい。空気が読めないだけで、悪い人ではない。発達障害気質。ADHD も ASD も別の意味で。笑い方が大げさ。音楽祭トピに居座る韓流ババアとジャニオタ。独占して会話続けたいなら、それぞれ専用トピ立ててそっち行けばいいのに。しかも韓流ババアと、ジャニオタ喧嘩しだして雰囲気悪くなるしマジで最悪だし邪魔。他のミュージシャンのファンのことも考えろブスどもが。あえて空気を読まない賢い人。周りがその話はやめとけって目くばせしてるのに、気にせず喋り続ける。自分よりも年上の人がいるのに、私ってもうおばちゃんだからとか言う。あたし、孤立してます。自称私、空気が読めるんですっておつぼねさんがいる。いや、あんたこそ読めていないんだよ。うちの母親だわ。過干渉、自己愛がとても強い。そして自称繊細。私が、自分でそれ言うのやめた方がいいよ。と言ってもスルーしてきた。メールで会話にならない。急に政治の話とかし出す。話が回りくどい。その話もコロコロ言うことが変わるし、結局最初に言いたかったことは何だったの？となる。仕事中。こちらが机の上で書類書いているのに、それに気がついておらずに、さあ、帰りましょ。とカーディガンを私の書類の上に思いっきり置いたおばさん。私が上司と大事な電話している時に、近くて大爆笑したおばさん。おばさんが使ったものも含めて洗濯して、こちらは何人かで洗濯物干しているその横で、自分のジュース飲んでスマホいじっていたおばさん。すべて同一人物です。陽気。普通の時も愚痴ばっかしで閉じた？会話の受け答えがずれすぎて？ってなる。明日から学校が始まりますね。矢印。学校を休む時はどうしたら良いんでしょうか？電話連絡ですか？メールですか？みたいな。空気が読めない奴は物理的な距離感もおかしい。他人との適切な距離が測れなくて、わざわざぶつかるくらいスレスレのところを通ったりする。見知らぬ他人のパーソナルスペースにずかずか入り込んでくる奴は不気味すぎる。特にジジイに多い。気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。意外と自己評価が高い。意外とどころか謎に高いよね。
どうしてあんなに自己評価が高いんだろ。ダニングクルーガー効果かもね。声がでかい人とか挙げられがちだけど、何も喋らない、ノーリアクションの人もやばい。ほらそこでちゃんと相手に返答返してあげて、とか思うけど、反応薄すぎて場がしらける。その場が変な空気になっても自分のせいって気づかない。ポカンとした顔をしてる。人の話や状況が理解できないんだろう。